ボーっとしてんじゃねえよ月島。こんにゃろバカそうだ。ナイスブロック。うるさいとかさ、そんな。ほいほい、弱小男子バレー部の邪魔はしません。何を。えっと、なんてではコーナーです。本日ご紹介する方は銭湯月の湯の月島源三さんです。ここってソータンチじゃね。いや、いいよな、毎日女の裸見放題じゃん。バーカ、年寄りばっかだぞうちは。ちなみに源三さんは現存する数少ない三助のお一人なんですよ。赤もバッチリ落ちますし、あと送信効果もあります。何が送信効果だ、初耳だぞおい。送信？この銭湯って近くのだよね。うん、確か。本当に痩せるのかな。キャプテン、伝統的なお仕事って言ってますし、それにお風呂入るだけで痩せるなんて良くないですか。安直だよな、んな都合のいいものがあるかっての。痩せたきゃまずそのバカ食いやめろ。月島大丈夫？ゆずきのやつ、なんつう凶暴な女だ。は？ぎっくり腰？悪いが今日の三助はお前がやってくれるか。ちょっと待ってくれよ、やり方もわかんねえし、それに俺三助じゃねえし。悪かった、アライア、ただのアライアじゃ。そもそも三助に修行もなしにはなれぬ。だからお前のやり方でよい。近い近い。じゃあ女優からお願いね。いや、間違ってもいやらしいことはするなよ。だから近いって。笹倉キャプテン、そろそろ。月島！ゆずき。さっきの月島だったの？嘘！はい、サム！ A パスいけるよ、A パス！次、レシーブの練習。取れるよ！はい、次行くよ！月島のやつに送信マッサージを？彼、上手だった。一応葵には言っておこうかなって。じゃあ、そもそも全ての原因は柚月いった月島の。ゆずきのスパイクで死ねるなんて、お前って幸せだな。月島くん、大丈夫？ああ、キャプテン、あの巨乳に挟まれて。保健室に。あら、マジでダメっぽい。マジ気絶しちまったぜ。ゆずきのやつなんだってんだ。みんな先に帰っちまうし、とっととシャワーでも浴びるか。でも送信マッサージしたって本当？これで満足か？終わった。今俺の恋が終わったかな。なあ。おお。今回のはあれよ、たまたまよ。仕方なくたまたまだから。好きとかその違うんだからね。だいたい私が好きってそのみんなが勝手に騒いでて。なんだ、私は別に。案外可愛いとこあるな、こいつ。え、ゆずきが休み？そうなの、体調を崩したみたいで。だから部を代表して葵のお見舞いに行ってきてくれない？あ、ちょっと。どうしたんだ月島のやつ。俺が？部を代表してどうかしら。部を代表してか。うわー、絶対バレたよ。これからあいつとどんな顔して会えばいいのよ。宅配で。葵、お見舞いだって。ちょっと待って、開けるわよ。だからお見舞いだって。お、何かしら。月島くん、ごゆっくり。誰かお見舞いに来たんじゃ。あんたが代表で来てるんでしょ。いや、ん、やべ、悪い。何してんの
またお見舞いの。お邪魔するよ。思ったより元気そうだ。ありがとうございます。でも先輩どうして？偶然近くにいてな。それにゆずきは特別だからな。特別って私がですか？あまり俺を心配させるなよ。顔も見れたし、今日はもう帰るよ。ありがとうございます。また学校で。ゆずき、高杉先輩のことは？あら、もうお帰りですか？お茶をご用意したのでいかがですか？ありがたくいただきます。葵くんも美しいですが、お姉さまも本当にお美しい。ありがとうございます。お、テレビいいかしら？いつも見ている番組があって。コミックフェスタ。さあ、お姉さんがいつも見てる番組、気になるの。今日はありがとね。明日からはちゃんと学校行くから。あれからなんかよそよそしいというか、避けられてるというか、元の関係に戻ったってことでいいのかな。覚悟はいいかしら？ついてきて。汗かいたもんね。ちょっと、あの時の洗い屋さんじゃ。彼今ここでアルバイトしてるんだって。ほんとすごい偶然ですね。いや、ええ、ここにいるってことはやってくれるってことですよね。送信マッサージ。お願いします。じゃあ、あの子たちに話しつけてくるから。葵。はい。もう大丈夫よね。月島くんのことよ。大丈夫だと思います。で、何か言うことは？すいませんでした。高杉くん、あなたがついていながらなぜ止められなかったの？面目ない。まったく。じゃあ行きましょうか。あ、お前たち後でまた来る。はい。どうやら私たちはお仲間になったようね。ああ、なんだこの状況は。ゆずきが解放してくれたのか。なんだよ、優しいところあるじゃん。でもこんな風に一緒にいることってなかったよな。はじめはさ、なんとなく目に入っただけだったのよ。どうした、立て新人。先輩たちにしごかれて、周りがみんな倒れてる中、一人だけ諦めずに頑張ってるやつはいるなって。なんかそいつ部活以外でも一人で練習してたりしてさ、すっごい頑張り屋なのに、みんなの前じゃそんな素振り全然見せないのよ。あんたのことよ。嘘だろ。ってことはずっと見られてたってことかよ。だっせえな俺。その頃私伸び悩んでてさ、バレエに向いてないんじゃないかなんて考えたりもしてたんだ。でも頑張ってる姿見て負けたくないって思ったの。きっとここまで来れたのはあんたのおかげだと思う。で、気づいたの、そばにいたいって。ほんとダメね。こうして寝てるあんたになら素直に言えるのにな。ゆずきがそんな風に思ってたなんて。なあゆずき、俺お前のことが肝心なところで。ゆずき。ごめん、なんかおかしくて。こんだけいろいろやってんのに物音一つでめっちゃくちゃ焦っちゃって、なんかバカみたい私たち。まあな。俺やっぱり
この子が好きだ。